あんまり誰々とやったことあるとかなんかあんま覚えてないんだよな。やばいかな頭。そんな覚えてないわ正直。なんかゲームとかのあれもあんま覚えてないわ正直。なんかすぐ忘れちゃうわ。ここに行ってみるかい。まあハイス系は武器の名前とか覚えてないな。なウィングマンみたいなやつが強いなと覚えてるくらいかな。ウイトルジェット、山下とパブジやったの、いや覚えてねえわ。ごめん覚えてない。でも視聴者は多分さ、俺しか見てない人は俺しか見てないでしょマジで多分。で多分毎回見てるわけじゃないから多分そこを断片的に覚えてるんだと思うけど。強っこの人なんかやばいくね。大丈夫かこれ。どうなんだろうな、わかんねえわ。この社長も結構覚えてんのかな。CR カップの元メンバー、ね、多分一人も覚えてない。それはさすがにないけど。ああチーム名は全く覚えてないですね正直。チーム名は覚えてないわ正直言うと。あーでもミルちゃんとスパヌとか出てたか。ママはちょっと乱暴になる。またの名をカイリーバル、あるいはバイバーの亡霊。いやーちょっともうすいません記憶に薄いですもう正直言うと。今回のチャンピオンです。さあイベントありすぎてちょっと覚えてないんだよ。なんかあのチームまた見たいわみたいな感じで結構なんか言う人いるけど、あ誰だっけなみたいな感じになるときはあるわ。申し訳ない気持ちになるときある。何のときなんだろうと。おーって感じ。いやなんかさなんだ、例えばバーベキューしに行ったとかさ違うことやってたったらすげえ覚えるよ。あのリアル二次会でさ行ったやん、みんなでボトガさんとか来てたやつ。ああいうんだったら覚えてるけど、毎回こう Apex とかでこうなんだろう、ゲームは変わり映えしないやん。だからそういうんだとやっぱ覚えづらいよねなんか。どうしても報告ファーストキル発生。なんか人もそうだけど、その何をやったかっていうのが結構新鮮味がないとやっぱ俺ちょっと覚えれねえかな。ごめんな覚えてなくて。覚えらんねえんだ。ああそうね、俺だから昔の一緒に働いてた同期の人とかも全然名前戻せないわ。顔は覚えてるけど。それは確かにそうかも。全然わかんないわ名前が出てこねえやつと再会した時の対処法。全部受け身に回る。俺ヤマトンさんとかスタヌとかシャガさんのリアルネームもたまに忘れる時あるしな。マジでド忘れみたいな。そういう時はマジでちょっと病気疑ったけど。ヤマトンさん出てこなかったんだよな。だからヤマトンさん本名で呼ぶことないからパッと出てこないんだよねいつも。林くん。レプリケーター設計中。なんかパッと出てこないわ。なんか忘れてるわけじゃないんだと思うけど、なんかそれと一緒だわ。過去やってきた人たち。なんかパッと出てこないわ。パッと出てこない。
なんかノバマンさんとかエグザムと、いつやったっけなみたいな。あ、エペか。あれどこでやったっけなみたいな。エペ祭りかみたいな。いや、CR カップか。でも CR カップ出てないしなみたいな。みたいな感じ。でも、ミルちゃんとスタヌとシアルカップ出たのは結構前すぎてマジで覚えてねえな。CR 出た時のメンバーだからミルちゃんとスタヌじゃないの俺。なんかカウントダウン取ってどこのパーティーだったかな、ちょっとわかんねえな。いや全くわかんねえわ。なんかカウントダウンですげえなんか煽ってたのを覚えてるくらいしか覚えてねえや。二度と来んなよくらいしか覚えてない。そこら辺くらいしかあんまりなんか印象にないな。多分言われれば思い出すだろうけど。仕上がってないヘムロック。あれそうか、あれそうなのか。いやもうなんか断片的にしか覚えてないな、さすがに。あとデトネーターの時にどういう会話してたかとかなんかそういうのももう全然覚えてないんだよね。ヤマトンさんはすげえ覚えてんだけど、どこどこ行ったとかマジで覚えてなくて、デトネーターは。なんか俺らって多分国内じゃ勝ってたはずなんだけどな、全くそこら辺のなんか記憶とかマジなくて。私がジャンプマスターだ、続け。同じような日々を送っていたのか、それとももう負けすぎて嫌な記憶になってしまってるのかわからない僕には。